今ターゼファスリエを作ってます。トルコのですね、あのインゲン の, あのオリーブオイル煮、クタクタオリーブオイル煮のアレンジバージョンです。インゲンがちょこっとだけあったので、あのブロッコリーと、あの他にトマト、オニオン、ニンニク、チリ、こちらを今炊いております。ただ切って水を入れて、お砂糖、お塩、胡椒、オリーブオイル、ニンニク、チリを、あとコーンも入れました。コーンもちょっと半端なものが、あの冷蔵庫にあったので、それを今入れて炊いております。全部まとめてフライパンに入れ、今炊いてるところです。はい、ちょっとクリスマスっぽくないですか。色がグリーン、レッド、イエロー、こんな感じなんですよね。本当はインゲンのみの料理なんですけども、インゲンが少ししかなくて、冷蔵庫に中途半端なコーンとかがありまして、今こちらを作ってます。これはお肉料理のサイドディッシュに使いたいと思います。はい、ある程度火が通りましたら、火を止めてください。止めて放置しときます。はい、そろそろお肉が焼ける頃です。今夜もまた四川チキン焼いてみました。いい感じでしょうか。わー、すごい、ほら、美味しそう。ちょっと表面少し焦げてるので、ここにアルミホイルをかぶしてもう少し焼きたいと思います。はい、約230度からスタートして、途中からアルミホイルをかぶしてから210度ぐらいに温度を下げてみました。で、まあ約1時間ぐらい焼いたのかな。どうでしょうか。じゃん、じゃん、わあ、めちゃ美味しそう。めちゃ美味しそうです。美味しそうに焼き上がってます。これをお皿に盛り付けたいと思います。はい、ターゼファスリエを今再び火にかけてます。こちらも一緒に四川チキンと盛り付けたいと思います。